スポーツが日常生活の中においてどういう位置づけにあるかということをですねご説明したいと思いますえ我々はですねまあこういう日常の生活空間の中で大人であれば仕事をして家庭を守っているとで子どもたちであれば学校に行って勉強していると、まあ、将来社会に出るためにですね学校に行って勉強しているわけですねこういう日常の生活空間の中に先ほどのこの点々点で囲われた いわば非日常としてのスポーツ空間が存在するんですねつまりこの非日常のスポーツ空間ということをどういうふうに理解していただくかというと例えば格闘技であればこの点々点の中で殴ったり蹴ったりしていいんですね許されるんですねしかしこの点々点の外で殴ったり蹴ったりすると犯罪になるわけですね かなり特殊なことをルールというもので囲われた空間の中で行っているのがスポーツなんですねで、この日常の中で非日常をあえて作ってめっちゃ楽しもうとしているというその空間なんですねで、この日常と非日常という空間の関わりを位置関係としてですね理解をしなければいけないとで、さらに じゃあその非日常空間においてスポーツができるというのはどういう意味なのかということですね、これが子どもたちが非常に知らなければいけない、まあ、当然、指導者も知らなければいけないことになります。それはどういうことかというと、ですねこれは東日本大震災の被災地ですね、津波でやられた、もし日常生活がこうなってしまったら、スポーツというのはどうなるのかということですね。 体育館は避難所になりまます。す。そしてグラウンドはは仮設住宅が建ちます体育館さすがにですね仮設住宅が建って移設が済めば体育館として使えますけれども仮設住宅は震災からもうだいぶ何年も年月が経ってもいまだに使えない状態ですねつまり日常生活と非日常生活としてのスポーツの優先順位は日常生活が優先するということなんですね。 日常生活が成立している中でいろいろな条件が整って初めてスポーツはできるつまり日常あっての非日常のスポーツということなんですね。こののの関係を一流の選手というのは非常ににクリアに分かっているつまりスポーツができるということに関しての心構えがここだけでもう少し変わるということなんですね。